薄渕岩尾8月22日から1945年4月7日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少佐。海兵71機。太平洋戦争末期の天一号作戦に参加して戦死。個人的に進行があり、同作戦に参加して生還した作家の吉田光の著書戦艦大和の最後で取り上げられたことによって戦後、 広く知られるようになった。1923年8月22日、薄淵清忠海軍機関中佐の長男として、東京府東京市青山に生まれる。翌年、妹、ひろ子が誕生。横須賀の山崎小学校、横浜市中を経て、1942年11月、海軍兵学校を卒業し、戦艦、輸送、従順洋艦、鈴屋乗組を経て、 1943年6月、海軍少委任官。海軍法術学校普通科で学び、軽巡洋艦、北上法術史を経て、1944年10月、戦艦、大和副法文隊長となった。同年11月、海軍隊員に昇進。1945年4月7日、天一号作戦時、戦艦、大和の小会長として上官。配置場所に近い、 後部式書伝端室に、米軍の直撃団が命中し即死する。去年21、妹のよしコは歌う読み兄の死を言ったんだ。戦死後、海軍少佐に進級。薄渕は小学校5年の時にはすでに、海軍兵学校への進学の意欲を作文に、綴っている。中学での担任は後に、万葉学者、文化功労者となる、犬飼隆で、犬飼は、 薄渕の印象を、論士整然とした作文を書くので文学者になるかと思っていたと語っており、彼の優れた天使を伺うことができる。1939年に海軍兵学校へ入校。兵学校時代は文武両道で頭が涼しく、教官の話を素直に吸収する生徒であった。軍人としての教育を受けながら、文人のセンスを合わせ持つ青年将校へと成長する。 論理的な思考を持つ人物で、米国との戦争には、否定的な見解を示していたと言われる。文学を好んだ彼らしく持ち歩いていたノートには詩を書いたり、ハーモニカを吹くのを趣味にしていた。吉田光は著作の中で、薄口の不足なるは訓練にあらずして、科学的研究の熱意と能力なりとの言葉を紹介している。 第 1>, 1号作戦出撃前の前日、最後の主演を行っていた、海兵出身の若手将校と、学徒出身の若手予備士官との間で、菊水作戦の意義について激しく論争となった。戦死することは、軍人としての誇りであると主張する、海兵出身者と、無駄死にである。死ぬことの意義がわからないと主張する、学徒出身者との激論は激しく続き、 あわや乱闘寸前となったところを収めたのが、薄縁単位であった。進歩のないものは決して勝たない。負けて目覚めることが、最上の道だ。日本は進歩ということを軽んじすぎた。私的な潔癖や特技にこだわって、本当の進歩を忘れてきた。破れて目覚める。それ以外にどうして、日本が救われるか、今目覚めずしていつ救われるか、俺たちは、その先導になるのだ。 日本の申請に先駆けて散る。まさに本望じゃないか、薄渕岩を、その言葉に、一同は納得し、決意と覚悟を固めたという。薄渕の発言は、小説によって、菊水作戦に参加した兵士の心境を端的に表した言葉として、有名になり、後に、その時歴史が動いたなど、多くの歴史番組や、ドキュメンタリー番組で取り上げられている一方、 小説が発表された直後から生還した大和乗組員等から発言の信憑性に多くの疑問の声が上がった。原作者と信仰があった小野正文によると生き残った者が語る言葉より作品を通して戦友たちの遺言に直接耳を傾けてもらうことを望んでいたとのことであり、当時マトに乗り組んで戦死した有名、無名の若者の意見や気持ちを 作者と信仰のあった薄渕大尉の口を通じて表現したかったのではないかと思われる。これらの理由により、現在では薄渕による出撃前夜の発言は原作者の創作であった可能性が高いとされている。ありがとうございます。